郷土菓子伝承ふるさとの菓子との歴史ですが、えー、鹿児島には私のこれ個人的な意見なんですけど、うんはい、他の県に比べても郷土菓子バラエティ豊かかなななんじゃないかなとそうですね素朴ながらも美味しいものからまたちょっと艶やかなものからいろいろありますからね、うん、先週はそんな郷土菓子の代表と言っていいであろうカルカン。 なんと「カルカン」が生まれたのが元禄12年1699年島津家20代の綱高さんの50歳のお誕生日のお祝いに出されたという古文書で資料があると。はいということでもうこの時が一番初見ということで「うん、カルカン」という文字が初めて古文書に今のところですけど、はい、登場したのでは始まりということなんですね。うん あのすっごく元に戻って逆戻りしちゃうんだけどその時のカルカンは今のカルカンみたいに自燃所で作られたお菓子だったんですよねすごい基本的な話うもう基本的な作り方はほぼ一緒だと思うんですよ、はい、伝統菓子っていうのはやっぱり、うん、まあ。 形だったりとか、うん、アレンジだったりとか包装、うん、紙とか、うんはい、そういったものは変わったかもしれませんけど、はい、基本の部分っていうのは作り方含めて変わらないというのがやっぱり郷土菓子なので、うん、米粉それから砂糖、うん、そして山芋っていうですね、うん、この基本は変わらなかったと思いますでも最初に自然薯山芋を見て。はいはい これをお菓子にでできなないいっって思思た人すごいなと思うんです,けどすごいですね。だからある意味では、うん、そういう方はいろんな料理をされてる方ってことですよね。<ー>だから郷土菓子に特化させるというよりも、うん、料理人として他の料理もしていたからこういうわけ。はい お菓子にも到達した作り方にも到達したと言えると思いますけどね。なるほど。軽感は漢字があの重い軽いの軽いという字に陽感、はい、の感でしょう。はい。 これはどううい缶というのは別名、厚物とも呼んだりしてるんですけど、つまり蒸し菓子っていうですね、そういう意味ですので、蒸すとやっぱり蒸気が出たりとかするので、水分が余計なものが出たりとかするので、若干重みはあるんですけど、軽い厚物っていうですね、そういう意味から軽缶というですね、こういうふうに言われる。だから缶というのは厚物っていうですね。蒸し菓子そそううでですす しててますすよっていうですねうこの辺りのですね意味合いから「カルカン」というふうになったでも漢字で「カルカン」って書けててもなかなか難しいですけどね「カル」は書けるけどね「カン」のこの厚物っていうね,ねこれがなかなか書けないですよねさあその「カルカンが」が古文書に最初に出てきたのが元禄12年ということでしたけど。はい 元禄時代は日本、うん、あるいは薩摩藩はどういう時代だったんですか、はい、よくですね元禄花火花火っていうのはですね、はい、花が美しいって言われるぐらいすごく華やかな時代だったって言われてるんですね元禄文化とかね、はい、それこそやっぱり徳川政権も安定してきてまして、はい、まあ関ヶ原の戦いから約100年ぐらい経っておりますので、うん、まあそろそろ江戸の文化というものも、うん、まあちょっとした 最初の頃から知りますと、うん、だいぶいろんなインフラ整備も含めて整ってまいります。うん、でいろんな地域からの人口もどんどん流入してくる時期になりますので、うん、まあ文化がですねたくさん花開いたっていう、うん、そういう頃だったんですけど、うんはい、鹿児島って意外と元禄年間大変だったんですよ。うん、いわゆる20代の綱鷹という、まあ、この方はですね、はい つまりですね侍の気持ちも重んじながら、うん、案外ですねいろんな文化面もいろいろですね、はい、細やかな人だったと言われておりますけど<ー>ところがですね鹿児島の街は大変だったんです、ええ、一つは何かと言いますと元禄9年1696年ですね、はい、ですのでこの「カルカン」の初見のちょっと前になりますけど、うん、鹿児島で大きな火事がありました。あら まあね、やっぱり当時は木造の建物ばっかりですので、はい、一度やっぱり燃えますとどん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 炎症するわけなんですよ泡消火器もない時代だしねそ,うそ,うそれが鹿児島城こと鶴丸城まで延焼しましたのであそれ ね、やっぱりね、鹿児島の家が焼かれますので、それはやっぱ大変ですよね。ですので、再建にかかるわけなんですよ。かだから、お城を一生懸命作ってる頃、再建してる頃に、このカルカンの初見っていうですね、まあそういう時代になります。<ー>さらにですね、ちょっと薩摩藩にとっては財政的にも大変な事情があります。うん、それが何かと言いますと、元60年、1697年ですね、うん、これもあの、カルカンの初見の2年ぐらい 前の話になりますけど、はい、江戸のですね寛永寺っていう、まあ、幕府にとって大事なお寺がありますけど、はい、こちらの方の本堂の造営これのお手伝い武神という形で、はい、薩摩藩が幕府のお寺を工事する。はいはい っていうこれを命じられるわけなんですよ。ということは労働力もお金もそうかかるわけなんですよ。<ー>工事費用もだし<ー>本当にですねそれでも出費がいるわけなんですよね。<ー>でしかもですね鹿児島だけじゃなくてですね、うん、まあその後なんですけど、はい、江戸の高輪の判定桜田の判定なんかもね<ー>火事にあっちゃったりとかしてですね。 そうそういう大変な時期だったんですよ、うん、でも大事なのは、はい、そういう大変な時期にカルカンという美味しい郷土菓子を食べたというのは、うん、お殿様にとっては私は心の癒しになったと自分がそうですので思いますよね。よねしかもやっぱり真っ白なわけですよねす今も昔もカルカンって、はい。癒されたかもしれないですね。うん本当だ